どうも、こんにちは。しーちゃんねるです。本日はですね、神風くん。怒ったら負けの怒らせる人 VS 怒らせない、怒らない側やっていきたいと思います。神風くんは、今のうちに怒っとこ。今のうちに怒っといて、ブス。あ、怒ってない。怒ってる。今のうちに怒っといてね。神風くん、僕は怒らせるので、神風くんは耐えてください。はい、俺だって常に怒ってるわけじゃないんだぞ、しーちゃんね。まあちょっと神風くん弱っちいからすぐ落ちこっちゃうから、あの20分間ここに住むだけでいいです。はい、住んでてください。20分間ここに住むだけということで、いきます。よーい、スタート。チーン。はい、怒っちゃいけません、神風くん。さて、優雅に、うん、なんか適当に暮らしてやるから。まあ適当に。はい、暮らしてくださいよ。神風くん、これお家引っ越さないの？引っ越さないよ。なんで？なんでかって？おう、そりゃなんだって、俺様のお家だからな。そう簡単に手放すわけにいかないんだぜ。え、このい、あ、これあ、こ、いや、いっか。いや、今んとこごめんごめん、なんでもない。え、おしーチャンネルちゃんと言いたいこと。あ、言う？いや、これ家にしよう、これしょぼすぎで、これえ、これしょうもない和室とカーペット。え、これ家じゃない、これ引っ越ししちゃうがいいよ。まあ、自分で作ったの。俺が作ったけど。あ、怒ってない。あ、お前怒らせるつもりなかったわ。怒らない。いやいや、これ作戦じゃない。これでやらないと死んじゃってる、負けちゃうんだぜ。あ、そっかそっかそっか。あ、いいよいいよ。まあでもこれ本当のことなんだから、これ落ち、あ、まあいやいや、なんでもないなんでもない。あ、こらえてる。こらえてるよね。ごめんごめん、ちょっとあの言い過ぎちゃったかも。ちょっと見て、神風。怒らないでしょ。ちょっとさ、ここにさ、いろいろ落書きしててもいいってこと？いや、ダメだけど。いや、でも可愛い神風描くから。ダメダメ。なんで？いや、ちょっとそれは。え、可愛いよ。可愛いよ、これ。ほら、見て、神風。描けた、神風を。可愛い。まあ、かなりブチャイクではあるが。あー、壊した。もう一つ冷静に穏やかにいかないといけないから。いやいや、書いてあげる、書いてあげる、書いてあげるから、ちょっと写真撮るよ。はい、撮って、これちょっと見ながら書くね。おーおーかわいい。あー、これ面白い、面白い。ん、あ、こうなってる。あ、面白い、面白い。え？え？いた！マジでピッコしてた。マジでピッコしてた。いや、怒ってない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 。今殴った？え？怒ってない。あ、怒ってない？あ、怒ってない。怒ってないか。怒ってない。ちょ、間違えた。あ、間違えた。間違えたなら、じゃあしょうがないね。しょうがないよな。うん。いや、ちょっと髪風。あ、なんかピーナッツみたい。ピーナッツみたいになっちゃった。かわいい、かっこいい、かっこいい。え、なんで消すの、さっきから。ふんふんとか言って。あはは、どっか行っちゃった。どっか行く作戦だな、お前。ちょっとちょっとゴミ入れとくね。え、木を取ってくるぜ。あ、木取ってくる。あ、まあ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 、いいよ、何しても。あ、でもちょっと待って、ブチャイク。あ、まあ、じゃあ、神風。これ、あの、え？あ、咳出てるだけ？あ、火が取りたいんだよ。やってくるのよ。喉弱いならいつも怒らなければいいじゃん。怒らないのはやっぱお子ちゃまだから。え、え？怒ってないだから。怒ってないじゃん。あ、怒ってない。え、でもいつも怒ってるよ。うん、いつも怒ってるけど、今日は怒んないじゃん。うん、あ、怒んないやか。え、なんか強い。神風くん強いね、今日。全然怒らないね。強いよ。強いよ。じゃあちょっと皆さん、僕作戦があります。神風くんあそこで気を張ってますが、あえて優しくして急に怒らせようかなって思います。なんかやばいことして。うわ、すげえ綺麗に切るな。一つも残らないな。へえ、一つも残らない。意外と几帳面だな、神風。いやいや、なんでもない。几帳面だなと思って。やっと几帳面だな、本当なんだぜ。ねえ、神風くん几帳面だね。だからゴミもなんかちゃんとゴミ箱に捨てるとかできそう。当たり前だ、ゴミはゴミ箱に捨てないとダメなんだぜ。まあ、そっか。よっし
者も木もそこそこ集まったことだし。うん。まあね。あ、何書いてんの？寝るんだぜ。ああ、そうだね。え、早く寝て偉い。ってこんな早く寝るの神風。偉いね。これなんか最強の。あ、ありがとう。しかも。開けてくれた扉。あ、お風呂入らないの？お休み。朝入る派か。まあちょっと今日は休養だから。そうそうそう。あ、休養。休養なんだ。あ、じゃあお休み神風。おう、え？いいよ。え、何？どういうこと？いいのって。おやすみー。おいー。まあ、いいチャンネルが寝かしてくれるなんて。優しいなー。やばい、優しいって思われてる。急に。僕は怒らせますけどね、次から。で、僕、ちょっと神風君寝た瞬間にあることしたいと思います。ちょっと寝るまでちょっと待たないといけない。この動画でちょっとでも、うざって思ったら高評価よろしくお願いします。よーいしょよいしょ。じゃマイクラで簡易拡声器を作りまして、よいしょっと、マイクをこっちに向けて。神風くん寝てるー。あ、神風寝てるのこれ。あ、寝てますね、すやすや。じゃあちょっとこれで爆音で起こして怒らせたいと思います。では行きます。おはよう、カミカゼ。深夜だよ。深夜だ。おはよう、カミカゼ。あ、でもいい。じゃあちょっともうまだ起こすね。じゃあ行くよ。おはよう。え？何何何？どうした？いや怒んないこいつ。怒ってはないんだぜ。怒んないんだ。うわ、すごい強えな神風今回。じゃあちょっとまたなんか作戦が必要だな。神風もう寝れないよ今日は。なぜなら俺がこのバイクで、おはようって言い続けるから。徐々にイライラしていくよ。いやもうそれ壊しても意味ないからね。また作ればいいから。ちょっと怒らないなぁ、ブチャイクが。全然。あ、うわ、気持ち悪い動きして。あ、ブチャイクダンスです。怒るわけないな、そんな。あブチャダンス。俺様強くなったんだ。あ、風呂入りに行った。あ、てか、風呂でなんかできるか。やばい、時間もないし。ちょっとやばいね。全然怒んないね、神ちゃん。神ちゃん、風呂入ってる？おいしょ。今入ってる？あ、閉めた。ちょっと見て、これ。うん、おい。これ見える？神風の大事なものの中にダイヤモンドと、Xbox のやつと、なんだこれ、熱盛みたいなやつあるかな。これ今すぐ出てこないと、3秒以内に出てこないと、全部募集するね。3210。よし、じゃあ募集でーす。これ募集。どうしよう。ぼやそっかなー、これ。殺せたいから。あー、神風くんごめん。あー、怒った。はい、返してあげる。はい、終了。神風くん残念。まあ1分です。神風くん残り危ない。20分かかってたけど。19分耐えてるので、あ、1分ですね、ちょうど。じゃあ次俺だな。俺が怒らせられる人。神風が怒らせる人。行くよ。なるほどだ。シーザーで怒らせばいいのか。うん、どうしよう。俺ダイヤモンドでも取ってくるかな。取りに行かないといけないっていうことで、ちょっと行動制限します。今、強いスタート。チーン。なるほど。では。いた。いた。いや、出るよ、俺は。ああ、神風が怒らせて、怒ってんじゃん。ちょーっと殴らないでね。いた、いた、痛いね。いや、まあそんなんじゃ怒らないよ。ダイヤ取らなくていいってどういうこと？ダイヤ取るな。
洞窟発見したということで、行きましょう。ほう。あ、そこか。いや、そんなとこ、なんもないでしょ。あー、やばいの持ってる。うわー、よいしょ。おー、やめてくーだ、チェック。それずるすぎ、強いと思うが、怒ってないよ。怒ってないからね。ちょっと強い。強いなぁ。え、怒ってないまだ。ねえ。邪魔だねえ、君。え？邪魔だねえ。本気だからな、クリエイティブを使ってるんだ。邪魔されるの大好き。邪魔されるの大好き。うん、だから怒んないんだよ。変人だ。邪魔されるの大好きだね。あ、髪風が先に行くせいで、ちょっと俺のボケの楽しみが全部なくなってる。あ、帰れない。帰れないじゃないか。いっ。え、ちょっと壊すのはやめよう。俺がジャイアン取れねえじゃん。あ、怒ってないよ。壊すのはやめとく。壊すなよ。フィーンはうざいな。あー、いや、笑っただけ、笑っただけ。あ、笑っただけ。鉄から強い一個。あー、俺の鉄。あ、びっくりしただけね、今、残ってないよ。ダイヤモンドゲットするなんて言ってたけど、ダイヤモンドゲットできんかなー。まだいけるよ。だって神風くん、大間抜けだからね。僕のこと怒らせることもできないから。あ、しっ。あ、神風くん。ダメだと思ってんじゃん。おい、俺は怒っていいかな。言っていいことと言ってはいけないことの限度があるということを覚えておけ。こっちはいい、こっちは。痛い。危ない。アップな。死にかけた。死んでまた一からやり直したいか。やだ。オッケー。絶対ここじゃない。さあ、どこでしよう。ああ、バレた。いや、でも、これで。全然開かないの。うん、もう終わった、鉄。うん。うわあ、え、このまま運べるの？すごっ。じゃあ焼いていたレバーを特別に新鮮だけど。取れない。俺のかまどぞ、なこんな、なあ、すごい。あ、ほらー。うわあ。焼けないぞ、新鮮だけど。待て。ああ。イエーイ、ゲット。一旦ゲットね。あと、神風くんは怒らせてください、俺を。まあ、もう無理やけどね。さあ、もうあと2分、3分くらいになっちゃったね。俺はもうここにいるよ。なんだい？うん。ちょっと写真撮ってて、俺が。あ、いいよ、いいよ。イエーイ。おー、なんだ、写真いいよ。全然撮るよ。え？いや、わかんないよ。え？これ、本当あんまり痛くなかったんだけど。おう。ねえ、ここにダイヤいつも隠してるよね。ああ、違うよ。え、何それ？誰？え、誰のそれ？うわ、めっちゃあった！いや、これのもんだけど。シーザンデル。これ、俺がね、見つけたから俺のもんだよ、これシーザンデル。やったー、シーザンデル！おー、いてか。お前、俺のだろ、それ全部！全部俺の！あー！全部俺のじゃん！絶対。いつも盗んで。ここだったのか、この家は。気づかないじゃん、こんなとこ隠されたら。ということで今日は。はい。僕の手、絶対嘘だ。じゃあちょっと今回まあ負けたのかな。これでは負けるわけないと思ってます。
面白かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではさようなら、バイバーイ。